はい、こんにちは。日本改革党、靴沢です。マリリン・樋口様、お手紙いただきました。ありがとうございます。吉備の国、中華太郎様、縄ハゲの息子と姉様、ロケットコマンド様、お手紙を、ご支援いただきました。ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。皆様、何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがとうございます。日本国政府、外国からのサーバー攻撃に本腰、中国、ロシア、北朝鮮を念頭に能動的サイバー防御を導入し、欧米と同等以上の状況にする。具体的にはプロバイダーの通信の秘密保護に一定の制限を設け、政府が介入できるようにすると。イラン手続きとか何だのかんだの必要なしに、見せろって言ったら、誰それのメール見せろって言ったら、入って、提示させるようにするんでしょうか。今はね、裁判に使うからとか、こういう被害があったからとか言って、書面にしてですね、プロバイダーに提出してですね、それを見せてもらうっていう手続き取っておりますけれども、国家の危機ということで、見れるようになるんでしょうか。海外のサーバーに侵入し、情報を得られるように法改正する。つまり政府公認のハッキングをできるようにする。ハッキングやウイルス製造を罰する刑法を改正。これ軽くするわけねえから、重くすんだろうね、きっとね。などなどであります。一般判断です。捜査権限増やしてさっさと犯罪組織を解体しろ。政府が LINE 使ってるうちは無理。私もそう思う。無理。政府の機関とか地方自治体が LINE 使ってるうちは防御どころじゃねえよみたいな。マイナンバーでこれだけグダってるのに俺の検索履歴は見ないでくれ。なんつったってGoogle さんには全部割れてますからね、あなたの検索履歴はね。もっとちゃんとせんかってアメリカの圧力あったんだろうな。実はもうやってるけど裁判で証拠として出してないだけ。朝日新聞、通信の秘密を保障した憲法21条が政府による市民の監視にもつながりかねないなど議論を呼びそうだ。これは大いに反発してほしい。デモとか集会とかいつもの太鼓を叩きながら反対運動してほしいっていう朝日の願望というか、全国のパヨ同士への指令つうか、匂わしというか、朝日は薄々ですね、これは困った事態になるって感づいたつうか悟ったつうかね。我々は今からサーバー防衛に反対するのはスパイ、スパイ防止法に反対するのはスパイって言いふらしときましょうか。朝日新聞その他テレビ局が、大反対だなんてやんねえように。通信の秘密を一部制限、政府が介入できる、っていう風になったら真っ先にですね、朝日毎日赤旗 NHK のハッキングしてもらいたいな。多分ですね、外国政府からの指示メールがしこたま発見されるんじゃないかな、思うんですけれども。その前にまずですね、政府や地方自治体が LINE 使うのやめろよなーって。LINE 使ってる時で、何がサーバー防衛だって話なんですけど、韓国政府と仲間の中国共産党に筒抜けるのに、LINE 使ってたらね、サーバー防衛どころじゃないだろうって話ですね。ロシアの内戦、内乱を BBC と CNN が特番放送。だが、真偽不明情報が多いんで、続報待ちなんですけれども、ロケット弾を撃ち合ってるって報道もあるが、信用しない。私は。軍閥、かっこ、傭兵、ワグネル。これ、ドイツ語だとワーグナーですね。アメリカだとバーグナーってなるのかな。トップの F2 プリゴジンが動画を公表。この軍事行動は、ウクライナの非軍事化や非ナチ化が目的というのはうっさーんなんて軽くは言ってなかったんですけど、うっさーんって支配階級のもっと富みたいという欲望が原因とぶっちゃけました。膨大な数の仲間が死んだ、抵抗するものすべて破壊する。これはロシア軍部っていうかな、ロシア軍部、防衛省の破壊を目的に掲げたみたいであります。これも真実か嘘かわからん映像で、映像は CG で音声は AI かもしれないんで、信じない。だがなぜか日本の宗男や
ハラグチェ、その他ロシア擁護派になぜか大ダメージと、どさくさで北方領土に警官隊出したいところなんですけど、まあ軍隊出すと9条で、引っかかるから警官隊です。不法に住んでる連中排除します、逮捕しますって、大規模な警官隊、ロケットとか、もちろんあの警察船っていうのが空母でみたいなのあったらって話なんですけど、岸田にその勇気はないし、自説を読む目も全くないんでやらないでしょうね。他の国だったらね、あの革命軍を支援してですね、新政府樹立を助け、見返りに北方領土をくれよな、返してくれよな、今助けてんから北方領土返せよなって約束させる。それが無理でも間接的にあのロシアの弱体を測るところ、つまりあの革命軍に武器や金を渡して、攻撃させてですね、間接的にロシアを弱体化させる、とこだが、岸田じゃ無理と君主論、マキアヴェッリ1532年、約500年前ですね。傭兵は損害のほかは何ももたらさない、これワグネルっていうのが傭兵ですか、正規軍じゃなくて、自前の武力を備えていなければいかなる君主も地位を保てない。その通りになりましたね、プーチンね。500年前から言われてることなのに、まあ、また同じことする。日本と日本人にとってはですね、北方領土を強奪してて、北海道に攻めてくるかもしんねえっていうロシアの弱体化が望ましいので、そういうことにしとくのが基地であります。どういうことにしとくのが基地っていうのかっていうと、ロシアが悪い。ウクライナ、非ナチ化は嘘。ということにしといた方がいい。ウクライナが敵になることはですね、地理的に無理ですよね。隣国でもないしね。鼻血も出ないほど弱ってですね、北方領土買ってくださいって、ロシアが持ちかけてくるのがベストなシナリオなんですけど、あるいはクーデター、革命が成功してですね、新政府樹立で、日本さんとは仲良くしたいから、北方領土返しますって言ってくるのがベストなんですけれども、まあそうはうまくいかないでしょうけどね。そんなことしたら、日本がね、いきなり、豊かになってしまって、アメリカだの、イギリスだの、ドイツだの、フランスだのが、面白くねえからなんやかんやって邪魔してくんじゃねえかと、思うんですけども、ウクライナの軍事化が、ネオナチが、たとえそれが事実だとしても、ロシアのこれ以上の強大化は、我々日本と日本人にとって、ものすごく不利益であります。ロシアがもっと強くなるのは、もうダメ、ウクライナ片付けたら次北海道だなんつって、こらっちゃたまんねえからね。君主論、国を保つのは君主のカリスマではない。良い法律と良い武力である。岸田総理はカリスマゼロなんで大丈夫です。何が大丈夫なんですか。むしろカリスマなんか全くない方ですね。岸田なんかね。リーダーのカリスマは不必要ってマキャベリは言ってますけれども、岸田君のように皆無なのもどうなんだっていう、日本の未来が心配だって話ですね。赤い羽募金、青森市田舎館村で集めた20万5千円が行方不明、商標もない、警察に被害届出した、と発表になっておりました。一般判断です。昔からやってたんやろ。まあ、あの猫ババアですか。赤い羽もネットの時代になっていろいろバレたよね。コラボへの2680万円に比べたらあっち側にも流れてたはず。自治会や会社で募金を強制されるからムカつく。赤い旅団ってあったよな。あったな、あのテロ組織、しょっちゅう誘拐事件を起こしてたテロ組織ね。募金活動あるあるやな。だから俺は募金しない。募金なんて小遣い稼ぎぐらいにしか思ってないんだよ。領収書もない。犯人分かっちゃいました。募金は天下りが、チューチューチュー。赤い羽募金がですね、コラボ若草、ボンド、パップスなどに、共産党と関係が深い、何の役に立ってかわかんねえ団体に、多額のね、資金援助を、なんとなくやってた、ことを知ってから、一生募金しないと決めております、私はね。人には、強制しねえけど、私は赤い羽募金には、一生、募金しません。道端でやってんのも、ちょっと怪しいから募金しません。募金呼びかけて寒空に集団で立ってる中学生や高校生ですね、その活動でもって教師に内申書を良くしてもらうって取引してんだから同情する必要ありません。いい人ぶりたいが国を滅ぼします。あいつらは仕事としてやってんだから、中学生とか高校生、声を枯らして募金、呼びかけしてる寒空に立ってる生徒たちは教師と取引してんだから
同情しなくていいです。全く。このバイアスね、被害届出したってことなんで、個人の犯行なんだろうな。こういうのに多いですね、組織ぐるみの横領とか自作自演じゃない、じゃないかなって思います。被害届出したってことは。辻元の家に生卵投擲、被害届出さず、パヨ候補の選挙ポスターが破られる、被害届出さず、パヨ団体の事務所の窓ガラスが割られた、被害届出さず、チマチルモリを引き裂かれた、被害届出さず、組織ぐるみの犯行やら、自作自演やらは被害届を出さないっていうのが特徴ですね。そんなにまで被害者ぶりたいのかって話なんですけど、何かに攻撃されてるポーズしたいんかと。まあこういうのあればですね、バカパイが登場して募金とか寄付金も集めやすくなるんでしょうね。だから被害者ぶりたいんだろうな、好きあればな。次も不祥事。東京新聞男性社員42歳、安定の七市報道、国籍も報道しない。知人女性 40代、何歳だかわかりません。40代、49歳かもしれない。の自宅で胸や下半身を触るなど、強制わいせつを働き、書類送検。胸などは触っていない。じゃあどこなら触ったんだって話なんですけどね。胸は触っていない。じゃあどこ触ったんだ。一般の、急ぐこれどうすんの。パヨは下半身にだらしがない。東京新聞は社員にハラスメント教育してないのか。40代の女性の部屋に行って何もしなかったら、それはそれで失礼っていう。なるほどなぁ。東京新聞なら仕方がない。40女の部屋にうかつに上がるから、てんてんてん。冤罪かどうか置いといて、自宅で二人きりでちょっとその気にさせれば、嫌いな上司とか、同僚排除するのも簡単な時代になったな。自宅じゃダメなんじゃないの、自宅じゃ。相手の家に女性が行ってちょっとその気にさして、罠にはめるっていうのはありだけど、自分の家にその嫌いなやつ招いちゃったら合意の上なんじゃねえの、言われちゃいますよ。試験、国籍、まあ、本名も伏せた。安定の七市報道。身内じゃなかったらね、卒業アルバムから何から探しまくんのにね、こいつら。伊藤氏より以下、自称性暴力被害者、だんまり。まあ、お仲間ですからね。これで今後東京新聞がですね、女性の性被害ガーとかほざいたら、お前が言うね、お前らには言われたくないって言えますね。どうもブーメランって民主党の先輩特区じゃなくて、パヨ全輩にそう言えるみたいですね。他人はダメだが俺はいいんだっていうのは、幹部と末端の規範が違う、イコール末端は禁止されてる行為だが幹部は OK っていうカルト集団の二重規範を思い出しますね。まあパヨイコールカルト宗教なんだって考えれば、そうなんですけどね。俺はいいんだ、あらゆる悪事不祥事をやらかしてる、その口で、他者を糾弾できるのもこのカルト二重規範のおかげ。これがですね、普通の人だったら恥ずかしくてこんなこと言えないもんね。自分もやってんのに他者を糾弾できるって、そんな恥知らずなことできませんから。まあパヨの先輩言っとくけどだろうこれな。ブーメランの正体これであります。起訴を求める意見書をつけた。被害者と示談成立で被害届取り下げてんでしょうねこれね。昔は申告罪だったんでこれで不起訴になっちゃいましたけれども、今は申告罪でなくなったんで検察次第では起訴に持っていけますけれども、どうなんだかね。日本の警察なんか訳のわからない外国人を不起訴っていうのが目立ってますから、仏像壊そうが、なし盗もうが、なんかしねえと外国人は不起訴になっちゃうっていう事例が目立ってますから、東京新聞以外の当該男性社員が日本人とは限らんしね。その犯人、日本人とは限らんしね。名前も年齢だけ、男性42歳とだけ発表になってて、国籍も名前も発表してねえから、まあ外国人の可能性もありますね。逮捕中のガーシー元参議院、証人威迫で再逮捕。早えな。今日土曜日なのに、検察頑張ってんのは話ですけどね。試験、弁護士と相談して立ててた計画が全部狂うから、再逮捕は心が折れるって聞きますね。俺がやったのはこれとこれだから、懲役何年と何年ぐらいかな、ですかね。そんな計画を弁護士と共に立ってるんですけれども、じゃあ俺が何歳になったら出れっから、そうしたらこうやってこうやってこうやって、心の中に思い描いてた計画全部ひっくり返るから、再逮捕は心が折れんだって。自分が逃げてるせいで、母ちゃんにガサ入れされた時に、ビビ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 ないしさ、自業自得の人間のクズなんで、心は弱いんじゃないかな、こいつ。あと、帰国命令に従わなかった、パスポート失効後も帰国しなかった、
旅券法違反最大懲役5年っていう再逮捕も控えてますね。刑事さんからですね、言ってないことが後でめくれたら裁判官の心証悪なるでって脅されますし、掲示板見てみますと、カツ丼差し入れしてやれってなんて投稿もありますけれども、毒殺を警戒してですね、留置所に飲食物は入りません。あとタバコも、口にするものは一切差し入れできません。留置場ではカツ丼食ってるってイメージありますけど、それも誤解です。全部警察 OB が甘く立ってるうまぐねえ弁当屋の仕出しです。全部3食、全部警察の OB が甘く立ってる弁当屋がまっつい飯持ってくるっつうね。高齢者に聞きました。あなたが後悔してることは何ですか？結果、もっと好きなことをしておけばよかった、いろいろ経験しておけばよかった、我慢して他人に尽くしすぎなければよかった、周りにもっと自分の気持ちを伝えておけばよかった、お金の心配しすぎなければよかった、医者の言うこと聞きすぎなければよかった、とこの6つが出たそうでございます。もっとやりたい放題やってればよかったっていう後悔が多いんですけどね。ちょっと思ったんですけど、じゃあ逆にね、全部逆のことすりゃ後悔しなかったかっていうと、まあこうなりますね。1、好きなことやりまくる。2、何でもチャレンジし、経験する。まあ途中で何でもチャレンジだったら、スカイダイビングとか、チャレンジして、途中で死んじゃったりも、あれだろ、これ。3、自分本位に生きる。4、言いたいことを言いまくる。5、お金の心配一切しない。6、医者の言うことは聞かない。これ、不破鉄道とか、鳩山幸雄みたいな人外じゃなければ、まともに生きていけないんじゃないの、これな。こうすれば後悔しない。っていう生き方6つなんですけど、ちょっと無理だなこれ、普通の人にはって、思っちゃいました。7月1日制作報告会やります。池袋にいらしてください。5時から受付開始いたします。受付グダグダやって、まあ、30分ぐらいかな。5時半から7時半午後のね、ぐらいまで、2時間ぐらい質疑応答のタイムを設けたいと思いますんで、皆様よろしくご参集ください。デトックスジャパン。